はい、喫煙動画始めていきます。今回は、マルボロの、ライトメンソールです。違う、間違えた。ちょっと名前が変わりましたね。最近名前が変わったんですよ、これ。マルボロのメンソール8になりました。はい。で、ちなみにこれボックスです。実は3種類あって、マルボロのメンソールのこれボックスですけど、これソフトパッケージもあるんですよね。8ミリはね。ソフトパッケージもあって、なおかつロングサイズの、100S ボックスもあります。ね。まあ、やっぱあれですね。うん。まあ、もともとマルメラの、愛称で親しまれていた。タバコですね。うん。タールが8ミリのニコチンが 0.6 ミリ。となっておりまーす。うん。これはね、かなりね、根強い人気がある。商品なんですが。うん。クールに比べると、メンソール感弱いっすね。うん。これはまあ間違いないでしょう。あ。うんうんうん。美味しい。うん。やっぱり、クールに比べると、うまさが断然違いますね。値段が、ちなみに470円。クールよりか、やっぱこっちの、マールボロの方が、洋木感があるんで、俺は好きなんですよ。で、マールボロのメンソール系のマールボロは、まあいろいろあるはあるんですけど、まあメジャーなのがこの、8ミリと、さらに4ミリと12ミリ。のやつがあって、さらに、マールボロのブラックメンソールシリーズですね。これが8ミリと1ミリがあります。うん。以前もブラックメンソール吸ったんですけど、割と、どうだったかな？あんま覚えてないんだけど。まあ、パッケージはさ、黒とさ、緑でかっこいいんですけどね。うん。うん、うん、うん。やっぱり、口の、吸った後に、ふーってした時に、ふーってした後に、こう、タバコの、まあ、マールボロの洋木感が、ふわーっと漂う。うん。やっぱ美味しいっすね、これは。ああ。これは美味しいって感じる、タバコ。ですね。マールボロはね、結局ソフトパッケージもあるんだよね。ああ。うん。で、個人的にメンソールは、メンソール感が俺弱い、少ないのが好きやねん。割と。だから、メンソール感が少ないと、相対的にメンソール感が少ないと、相対的にこのタバコ感、まあ、これで言うと、洋木感が、相対的に、こう、感じられるようになるんですよ。だから、弱い方が好きなんです。
で、なんでこれボックス買ったかっていうと、いや、ソフトの方が多分ね、香り抜けるんでね、メンソール感が、パッと抜けると思うんですよ。だからやっぱメンソール、あれだな、ソフトパックのやつ買った方が良かったっすね。うん。マールボールのメンソールの12ボックスも美味しいんですけど、まあ美味しいっすね。うん。丸麺ね、丸麺。うん。でも今度はやっぱりこれ買うときはソフトパッケージ買うな。買おうな。うん。普通に丸めらくださいって言うとね、多分ね、ボックスが出てくるんですよね。あ。うん。あ、やっぱ美味しいっす。あ。で、ここで、またね、ユッキーの豆知識。ね。俺みたいにこういうメンソールのタバコで、メンソール感弱くしたいなぁ。ちょっと強いなぁ、とか思って。まあ、このマルメラは、割とメンソールはそこそこ、まあ、5つ星中、多分、3つ星ぐらいなんですよ。おそらく。うん。なんだけど、2つ星ぐらいに下げたいなぁって思った方。いらっしゃると思います。そういう方に、おすすめな方法が、一回これ開封して、この状態にしとくんです。これでこうやって、ポケット置いとく。ポケット置いとくと、メンソール感がおそらく減りますんで。うん。これは間違い、ほぼ間違い、多分ないと思います。うん。絶対、等間違いないと思います。なんでかっていうと、メンソールタバコっていうのは、手巻きタバコの人は、まあ、よく知ってると思うんですけど、大体の場合、この、フィルター自体がメンソールなんですよね。で、フィルターにメンソールの、風味が結構、くっついてるフィルターを使ってるんですよ。うん。なので、なおかつ、割と揮発性があるんですよね、メンソールの。だいたいメンソールに使う、そのメンソールのさ、あれってさ、発火油とか、ああいうやつなんで、結構揮発するんです。発火油も揮発性があるんだよ。あれ、発火油ってあれ、火気厳禁ですね。火気厳禁ってあれもおかしいか。まあ、油だから燃えるっていうあれもあるんだけどさ。まあ、簡単に言うと揮発するんですよ。割と。なんで、うん。揮発性が、あるんで、まあ開けてほっとけば、まあ大体24時間ぐらいほっとけば、結構多分消えます。うん。おそらく。ほぼ間違いないと思われます。はい。ということで、こちらは四つ星。ご視聴ありがとうございました。